皆さんこんにちは、しののめしのです。今回紹介する SCP は、アイテム番号、SCP-1092JP、行動、クニマス物語。オブジェクトクラス、ユークリッドからセーフ。特別収容プロトコル、すべての SCP-1092JP はサイト8102の水槽に収容されます。飼育は通常の陸風型ベニザケに準じた方法で行われ、繁殖によって適切な個体数が保たれます。毎年の産卵期が終わり、SCP-1092JP の稚魚が生後2ヶ月を迎える時期に、すべての稚魚の遺伝子が検査されます。SCP-1092JP プラスと判定された個体は、変異段階ごとにサンプルとして適切な数が標本へと加工され、それ以外の個体は焼却処分されます。SCP-1092JP マイナスと判定された個体は、別紙の放流プロトコルの規定に従って収容から解放されます。どちらの判定も受けなかった個体は引き続き収容されます。説明。SCP-1092JP はベニザケの足とされる魚類であり、収容以前は一般に、クニマス、音調品チャスナーカコアマラエ、として広く知られていました。一生を通した基本的な生態は陸風型のベニザケと大きな差異はありません。SCP-1092JP の重要な特徴として、ほとんどの個体が複数の異常な遺伝子変異を有していることが挙げられます。常染色体の箇所に存在する遺伝子の変異は、いずれも常染色体劣性の遺伝形式を示します。これらの遺伝子変異はいずれも本来であれば発生段階で死に至るはずの重篤なものであり、SCP-1092JP がなぜ正常に発育可能なのかは判明していません。遺伝子変異の全箇所を同時に保有して誕生した SCP-1092JP 個体、以下、SCP-1092JP プラスとする。は、生後6ヶ月が経過した時点で微速から異常な変異を開始し、10日ほどで全ての体組織がアサ、キャナビスサティバ、で作成された棒へと帰還されます。当該個体は変異が完了するまでは通常個体と変わらない生命活動を示しますが、変異が完了した時点で死亡します。死体は特殊な油脂に覆われており、pH4.0 以下の酸性度の高い溶液に浸されると爆発することが知られています。油脂成分に含まれる高濃度の酸素を含む泡状の構造体が、この爆発反応に関与しているものとみられます。また、高熱による着火を行った場合は爆発は発生せず、穏やかに長時間の燃焼を行うことが確認されています。遺伝子変異箇所候補のうち1箇所でも正常遺伝子が混ざっている SCP-1092JP 個体は異常形質を発現することはなく、正常な魚類と全く変わらない一生を送ることが可能です。しかし、SCP-1092JP 同士の交雑が繰り返される限り、SCP-1092JP プラスが新たに誕生する可能性が常に存在します。ホイ1、SCP-1092JP はかつて秋田県の田沢湖に生息する固有種でした。1800年代初頭に収集員によってその異常性が確認され、初期収容がなされました。当時の収集員は SCP-1092JP プラスのみを異常存在だと認識していたため、田沢湖周辺の村落を定期的に監視し、変異と上変異後の SCP-1092JP プラスを発見次第回収して処分していました。一方で、SCP-1092JP プラス出現条件を探るため、SCP-1092JP の飼育も少数ながら行われていました。また、SCP-1092JP に関するカバーストーリーとして、タツコ伝説という伝承が収集員によって作成、流布されました。タツコという女性が田沢湖の水を飲んで竜となり、湖の死となった。タツコの身を案じて悲しむ母が別れの時に投げた木の尻、滝木が、水に入ると魚の姿を取り、それが木の尻マス、イコール SCP-1092JP となった。という内容です。この伝承により、収集員は SCP-1092JP プラスに発生する変異を、先祖返り、だとして田沢湖近隣の住民に理解させ、異常性発現による騒動の発生を抑制していたものと考えられます。ホイ2、1940年、国営開墾事業と水力発電所開発を表向きの目的とした、玉川下水統制計画、が旧日本軍によって実行され、玉川から田沢湖へと水が引き込まれました。玉川の強酸性の下水の流入によって田沢湖の水質は急激に悪化し、田沢湖に生息していた SCP-1092JP は絶滅しました。収集員から引き継がれた資料の中にこの、玉川下水統制計画について言及した文章があります。昭和15年1月8日。
計画に反抗する住民の鎮圧には、帝国異常事例調査局の特殊部隊と御用結社の私兵とが加担していた。つい去年までは田沢湖の湯をめぐって争っていたはずなのに、今は敵同士とはとても思えない連携で反対派の住民を排除しにかかっている。我々は反対派に加勢したものの、軍備に勝る相手側の活動を止めることはできず、押し切られる形で反対派団体の解散を許してしまった。田沢湖に毒水が流し込まれるのを止めることはついに叶わず、気の知りますが全滅してしまうのはもはや避けられない。あれは100年以上前から代々受け継がれ、子から失われてはならないものだったのだが、我々の施設にかくまわれている生き残りたちを広大に託すしか道は残されていないだろう。大口上級県議官？ほいさん、第二次世界大戦後に収集員が財団へと吸収された際、収集員の施設で飼育されていた SCP-1092JP も財団に接収されました。SCP-1092JP の持つ異常性が遺伝子変異に由来するものだと判明したのは1980年代に入ってからです。1989年に財団遺伝子工学部門によって SCP-1092JP の全ゲノムが解読され、SCP-1092JP プラスの変異に関与する全ての遺伝子変異の同定が完了しました。これにより、SCP-1092JP プラスの個体を変異開始前に判別可能になったため、SCP-1092JP のオブジェクトクラスがユークリッドからセーフへと細分類されました。ホイヨン、金釣り博士の提言。全家の遺伝子変異を同時に有した SCP-1092JP は SCP-1092JP プラスとなり、遺伝子変異を部分的に有する SCP-1092JP は交配によって新たな SCP-1092JP プラスをガンム子孫を生みます。しかしながら、この子孫の中には、SCP-1092JP プラスとは正反対の、遺伝子変異を全く持たない個体、SCP-1092JP マイナスもまた存在します。彼ら同士の交配においては、子孫も全てが SCP-1092JP マイナスとなるため、もはや異常性が発現する危険は存在しないことが確認されています。その上、彼らは50年前までは数少ないながらも一般社会で確かに見られていた存在です。正常である以上は、もはや我々で管理する必要性に乏しいのではないでしょうか。闇の中に暮らす我々には、正常な存在を光の下に返す責務があるはずです。金釣り博士の提言を受けて、異常な遺伝子変異を一切保有していない SCP-1092JP 以下、SCP-1092JP- とする、の収容を打ち切ることが1993年に決定されました。田沢湖の水質は SCP-1092JP が生息可能な水準にまだ達していなかったため、放流先には山梨県の本栖湖と西湖が選ばれました。一般社会に対しては、田沢湖における絶滅以前の1935年に卵の放流が行われていた、というカバーストーリーが適用され、合わせて過去の記録改変が行われました。その後、2010年に西湖にて SCP-1092JP- が一般社会に、再発見。されたことが確認されています。以降の文章は近年の研究で新たに判明した内容であり、未確定の情報が含まれています。セキュリティクリアランスレベル2、1092JP 以上を持つ職員によって追記及び編集が随時行われています。追記1以下の文書は、2015年に収集員の残存勢力の一派と財団の機動部隊が交戦した際、財団が脱出した資料に含まれていた記載の現代語訳です。では富士の大噴火と久方の大地震を起こした大ナマズの動向をようやく把握した。奴は地中を縦横無尽に動き回り、今は田沢の湖の底に現れているようだ。小類塾から押収した、気の知ります。第1092番、の大まかな性質を把握した。これは死して焚き火となった後、大きな生物の胃の腑に入った時に強大な威力を持つ爆薬となって自ら送ったものに打撃を与える。深い皆底にいるナマズの大事にはうってつけの品ではないか。異常な生物を沈めるのに他の異常な生物を用いるのはあまり褒められたやり方ではないが、今は判断している時間がない。大ナマズが出羽の大地を破り尽くしてしまう前に、手を打たねばなるまい。武見上級県議官。この記載より、当報告書の保育の内容は事実ではない可能性が指摘されています。追記に、2000年から毎年実施している田沢湖底の調査結果より、湖底の砂利の減少速度が年々上昇していることが指摘されました。2016年に砂利を掘削してさらに深層へと潜航する探査を実施したところ、骨片を主体とする多数の物品が発見され、回収されました。
これらの物品の大部分は、田沢湖の酸性の湖水によって溶解していたため、保存状態は劣悪なものでした。以下は発見された物品の暫定的なリストです。多数の人骨、総人数はおそらく50名程度だと思われる。いずれも1939年前後に死亡したとみられる。身元不明。多数の魚類の骨、SCP-1092JP も含まれているとみられる。二頭の水地、アーチフィーダエラカストリズ、エリファスモデルレイソ生命体の一種の骨格。脊椎、頭蓋骨などの大型の骨の一部が残存。全長60メートル程度のメスと全長35メートル程度のオスだと判断された。オスの左側第三頭角は切断されていた。炭化した植物片。腐食の激しい森8本。水地の頭蓋骨に突き刺さる形で発見された。バズーカに類似した砲身7台。森を打ち出す設計となっており、すべて発射済みであった。御用結社、土軍、の刻印が確認された。ボートの残骸とみられる木の板。大日本帝国異常事例調査局、の刻印が確認された。以上の物品は、当報告書の本にで触れられている、イジェメアと御用結社との間で行われた戦闘に関連するものとみられています。また、これらの物品が発見された地点の周辺には、爆発によるものとみられる破砕痕がある岩石、過去の田沢湖湖水と比較しても明らかに強い酸による溶解作用を受けたとみられる金属片。田沢湖から 70km 以上離れた鳥海山の河口で採れるものと同質の成分で構成される火成岩などが存在していました。特筆すべきものとして、岩石で構成された全長50メートル、幅15メートルほどの人間の下に似た形状の構造体が、水底の一段低いくぼみに固定された状態で発見されました。周辺と比較しても特に多数の爆発跡を有しているこの構造体は、周期的に脈打つように振動しており、超音波検査をしたところ内部を何らかの流体が循環していることが確認されました。構造体が存在するくぼみには何らかのポータルが存在するとみられ、絶えず砂利が内部へと流れ込み、消失しています。現在、この構造体は SCP-1092JP1 として分類され、水域1の資料にある、オオナマズ、なる存在との関連性が精査されています。追記3、蛇沢博士によるメモ書き。現在、一般社会では田沢湖にクニマスを返すため、水質浄化の取り組みが盛んに行われている。しかし、その取り組みの進行と、固定での砂利の取り込みの更新。つまり、SCP-1092JP1 の活性化。とはどうも繋がっているように感じられる。そして、仮に収集員の資料が真実を述べているとするならば、SCP-1092JP1 の完全な活性化は秋田県全域に致命的な地震を起こす K クラスシナリオを弱気しうる。オオナマズの抑制のためにまさか SCP-1092JP 全体を再び田沢湖に戻すわけにはいかないし、かといって湖水の酸性を保つ以外の方法でのオオナマズ抑制方法は未検討だ。研究が進んで現在の追記内容が正式に報告書に反映されるより前に、民間によって田沢湖の水質が1940年以前の水準に戻されるという事態が発生するのは避けた方が無難ではないだろうか。水質浄化運動を低速化する方向へと導くよう、財団が干渉する必要性があるという意見を表明する。少なくとも当面は、クニマスには、野生絶滅。のままでいてもらわなければならない。以上です。いかがでしたでしょうか。それでは、チャンネル登録、Twitter のフォローなどよろしくお願いします。